り疲れたな。町にあるスピナディロースらの拠点に戻って休まないか。確かこの前ナビアが部屋を用意してくれただろ。ほら行こうぜ。Perasaan gue doang atau bajuannya suaranya beda ya? Bawa tanah ya? Oke. Yappari mada akete kurete tanda na. Nabiya te hontou ni ii yatsu da ze. Renzoku shoujo shissou jiken mo kaiketsu shita shi. Shibaraku wa oira tachi o nerau to suru yatsu nante inai hazu da. Shiruba no mihari ga nakute mo anshin shite yasume sou da ze. Issono koto o ここでしばらく休んでいくのはどうだ？ほら、ボンテーヌの機械にだってチャージは必要だろ。 If we want to rest、うん、ここもいいと思うけど、それにオイラたちが居座れる拠点なんてそうそうないぞ。 The truth, Paimon。 わかったよ。前に読んだ探偵小説の作者が新作を出すんだ。だから早くゲットしてどこかで読みたかったんだけど。Yes, don't spoil the ending for me this time. じゃあ決まりだな。早く部屋に戻って休もうぜ。朝になったら小説を買うために並びに行くぞ。Tunggu, jadi...Dari kemarin kita ke fountain, kita tidurnya di sini ya. Oke, okay, kita langsung tidur. Kongkai wa konna naiyou de kuru nante na. Tantei shousetsu da kedo, dokumentari ppoi kanji mo atte. Kore wa kore de waruku nakatta ze. Ini kenapa Snyder ya? Mukanya muka marah gitu ya. Just finish it. Oira wa tada omae yori chotto bakashi oome ni nete ta dake da zo. Ano, taribito san to Paimon san ga taizai sare teiru basho wa kochira de shou ka? Lojin? Wa, dare da? Mita koto nai kou da na.まさか面倒ごとを持ってきたわけじゃないよな。どうやら間違いないようですね。金髪の旅人さんによくしゃべる妖精さん、スピナディロースらに情報を聞いて正解でした。よくしゃべる。うん、おいらこれでもだいぶ抑えてるんだぞ。Enggak juga sih, lu kebanyakan lu yang paling banyak bicara sih. Owai dekite kouei desu. Watashi wa Paramelmonia kara kita no desu ga, Nubiretta sama ga oshitari ni owai shitai sou desu. Nan demo, juuyou na koto ni tsuite soudan shitai toka. Hah? Si Neo mau... What? Neo mau ketemu sama kita. Nubiretta koko?この前結構話したけどな。もしかしてまた最近何かあったのか。詳細は私も存じ上げないのです。どうかパルメルモニアまでお越しいただき、直接ヌビレット様にお尋ねくださいませ。なんだか嫌な予感がするぜ。それでは情報をお届けする役目は果たしましたので、これにて失礼いたします。アミティアハキムシジェディパシアダカスラギケ。ここ数日ずっと引きこもってたから、準備とか片付けを済ませてから向かうぜ。チャプター ketiga、 イドギー、イドギーやルチュー。オッケー、キタディスロー、オモンアマネウヤ。ナビレット、来たぜ。オイラたちに何の用だ。
ずっと微動だにしてなかったけど、ぼーっとしてたのか？それとも何か考え事か？ああ、君たちをここへ呼びよう手配したはいいが、これから話すことについてはまだ少々ためらっているのだ。よっしゃ、よっしゃ。もうこうして来ちゃったんだし、遠慮しないで言えって。どうせオイラたちにお使いをさせたいとかだろ。僕はスポーキやファイブン、ロイト。確かに君たちに任せたい用事がある。だがまずはことの詳細を聞いてから引き受けるかどうかを判断してくれ。ことの経緯はこうだ。状況は分かった。とにかくそのスネージナへのコード、召使いという執行官が君と外交的な面会を従っている。そういうことだな。ハルブスネージナやハルブリングドクネフ。どこイディシーファーダルや。彼女はもともとフォンテーヌ人だと聞いている。だがこのタイミングで突然フォンテーヌにやってきた挙句、唐突に面会をしようなどと。あくまで私の意見だが、断ることを真剣に進める。彼女の目的は君も分かっているはずだ。おそらく先日のタルタリア殿の件と関係しているのだろう。我々は自分たちの地でスネージナへの執行官を裁いたのだ。そして未だ詳細な報告は出していない。確かにこれはスネージナが我々に外交的な圧力をかける絶好のチャンスだと言える。思うに合理的な説明の仕方と相応の対応策が決まるまではしばらく回避的な姿勢でいた方がいいだろう。いや、僕は今回の面会は受け入れるべきだと思う。え？なぜ？ほら、だってそのもともと筋を通していないのは僕たちの方だろ。面会を先延ばしにしたら問題がどんどん深刻になるんじゃないか。例えるなら、あ、ほら、友達同士で喧嘩した時に会うことも話すこともお互い避け続けてたら、そのまま友情が終わってしまうなんてこともありえるだろう。現状のフォンテーヌとスネージナへの外交関係は悪くないものだと言えるだろう。しかしそれはあくまでも表面上の友好関係でしかない。友達と呼べるほどのものではないと思うが。フォンテーヌはスネージナや、ディプロマティやフレンドリー。だからただの例えだよ、例え。それに今は情報さえ不十分なんだ。直接話し合ったとしても仲直りどころか絶好になる可能性もある。いずれにしたってそこまで深く考えなくていいんじゃないかな。コホン、神の選択とはたとえ一時は歓迎を許すものではなかったとしても、いずれその卓越性が明らかになるものなのだよ。それに面会の時は君もいるわけだろ。何かあったとしても君なら臨機応変に対応してくれるはずだ。ディスルネウヤンだった。アディレヌプラトモアン。法廷以外の場における人との交流は私の得意分野ではない。どうやら君はいささか私を過大評価しているようだ。それに私も面会に参加するなど一言も言っていないが。ラスディトーラ。来ないのか。いや、ダメ。一人でなんか行くもんか。一緒に来てもらうぞ。絶対に君も連れて行くからな。ガタハンプレイソルディア。フリーナ殿、よもやこの件について私に言えない事情があるわけではあるまいな。ない。うせ。ほら、僕ってフォンテーヌの水神様で、魔人名はフォカロルス。
人々に愛され尊敬される正義の神なわけだろ。Terus kenapa lu mau ajak Neu untuk ikut pertemuan? だからこの件はただ単に僕がそういう方向に進展させたいってだけで、とにかく深く考えないでくれ。今面会の手配をしてくるから。確かに外交的な面会とも言えるけれど、私は今日の面会をただのお茶会だと思っている。お前がおい、サクトリア。あなたもそうだろう。おお、フリーナ殿。キラゴブリン。あ、フリーナ殿。あ、うん、そうそう、君の言う通り、ただのお茶会だよ。そうだ、今日のためにお菓子まで持ってきてくれるなんて感謝しないとね。とても美味しそうだ。ホリーカウ、わかりがあった。ディバディバ。実はお茶会をより賑やかにするためにこの人を誘ったんだ。ヌビレット殿、お会いできて光栄だ。私はフォンテーヌ出身なのでね、紹介は結構。尊き最高審判官であるあなたのことはもちろん存じ上げているよ。ごきげんよう。私もお会いできて何よりだ。まずはお二方にお礼を申し上げる。私は公務で忙しいとき、フォンテーヌを離れることが多いのだが、ハウス・オブ・ハースの子供たちが大変世話になったと聞いた。おいやいや、おっと、何も、我が子リネとリネットが無実の罪を課せられた件を言っているわけではないので、くれぐれも誤解なきよう。ハウス・オブ・ハースの子供はよく誤解されてしまう。おそらくそれも、ファデュイの評判と関係することなのだろう。これはどうしようもないことでもある。近年のフォンテーヌは情勢が安定し、民も豊かになった。子供たちも幸せに暮らせている。この現状は何よりも大切にすべきものだ。壊そうとする者などいるはずがない。タルタリア殿の件で来られたのであろう。うん、どうやら日々多忙な最高審判官のヌビレット殿は、このような社交辞令よりもいち早く本題に切り込むことの方がお好きのようだ。そちらの言う通り、講師の状況を明らかにすることも確かにこの度の目的の一つだ。同じスネージナヤの外交施設として、そしてファデュイの執行官として、私は講師の同僚ということになる。ことがフォンテーヌで起こった以上、我々は互いの代理人として問題を解決しなければならない。私は代理人として講師の身柄をスネージナヤに引き渡すことを要求する。彼の身に起こった出来事については、我々もフォンテーヌと共同で処理する責任がある。代理人のルールが適用されるのは判決が執行される前のみだ。現在判決は執行済みであり、我々は解決済みと判断している。申し訳ないが、君の要求には答えられない。Ini udah mulai panas。ここまでストレートに断られるとは。いいだろう。フォンテーヌの法廷における全てのルールを尊重しよう。最高審判官であるあなたを尊重するのと同じくね。では一歩引いてみるとしたらどうだろう。講師の身柄を引き渡してもらう必要はない。ただメロピデ要塞に入り、彼に会って状況を確認させていただきたい。フォートレス・オフ・メロピデ。お、アパーニタパッパンジャラニェ。まさかそれすら叶えられないとはおっしゃるまい、フリーナ殿。それは
ネロピデ要塞はかねてより自治状態にあり、我々でさえ干渉できないのだ。当然ながら外交問題も口実にはなり得ない。どうしてもあの執行官の状況を確認する必要があるとおっしゃるなら、私から一つ提案しよう。proposalnya minta traveler。召使いが出てきたのか。そういや確かにリネも前に言ってたな。お父様がそろそろ帰ってくるって。jangan-jangan si Neo minta traveler itu ya bantu si Kenafe itu masuk ke fortress itu ya。bisa jadi。あの時はまだリネがハウスオブハースのやつだなんて知らなかったから、そんな情報を無視しちゃってたぞ。The knife won't be easy to deal with。ああ、忠告に感謝しよう。それについては私も身に染みて承知している。それから気づいたことがある。こと召使いに関する問題において、フリーナの挙動がいささか不自然でね。あ、もしかしてフリーナは召使いに脅されてるのか。もしそうなら私に説明しない理由はないはず。まして召使いは一体どのようにして神の弱みを握ったというのだ。おお、じゃあ違うか。確かにフリーナはいつもちょっと変だけど、それでも一応神なわけだし。実はこの件についてもう一つ厄介な点がある。メロピデ要塞内から届いた情報によれば、タルタリア殿は少し前に突然失踪したそうだ。あ？Disappear？ 失踪に関する詳細は未だに分かっていない。すでに逃げた可能性も排除はできないだろう。だがメロピデ要塞以外の場所において彼に関する目撃情報は一切ない。メロピデ要塞には見張りがいる上、内部システムも整っている。特殊な場所だということもあり、このようなことが起こるはずもないのだが、おそらくタルタリア殿の失踪には何か裏があるはずだ。彼は君たちの知り合いだからな。司法的な義務を考慮してこの情報を君たちに共有した。じゃあさっき言ってたオイラたちに任せたいことって、masuk ke penjara。 ああ、メロピデ要塞へ行き、タルタリア殿が失踪した原因を調査してもらいたい。ああ、okay、it makes sense。これこそがあの時召使いに提案したことなのだ。彼女を介入させない代わりに、他の人員にタルタリア殿の状況を調べさせ、詳細な報告を提示すると。Wow、ini kebetulan yang sangat luar biasa dari Liwei sampai ke Fonten ya gitu。召使いは不満そうではあったが、とりあえずはこの提案に従ってくれるようだ。彼女曰く、話は報告が出てからだということらしい。つまり少なくとも時間稼ぎはできたってことだよな。But why do you want us to go？ まず君たちはあの執行官とは長い付き合いだという前提がある。いや、but 君たちにしか見つけられない何かがあるかもしれない。そして次にメロピデ要塞の特殊性も理由の一つだ。あ、ユニアトル。メロピデ要塞ってただのフォンテーヌの監獄じゃないのか。 Yes。 そうずさんな定義をすることはできない。メロピデ要塞はフォンテーヌの司法システムには属しておらず、かねてより自治という形で存在していたのだ。あ、tempat robot juga。もともとフォンテーヌでは罪人への処罰は拘禁ではなく追放だった。そして現在においても処罰にはその習わしが引き継がれている。つまりメロピデ要塞は一見監獄に見えるが、
その本質は追放された罪人たちが集う場所であると定義するべきだ。我々が行うのは、監視のために監視を送り、治安維持の協力をする、それだけだ。他の一切について深入りする権利はない。Jadi kayak semacam satu daerah khusus yang exile gitu ya, yang diusir. Jadi kayak tempat tinggalnya di situ gitu. 実は私もあそこの管理者とは少々個人的な付き合いがあるのだが、どのような立場であろうと関係なく、私も法廷も調査に直接介入する権利はない。オイラたちみたいな第三者にこっそり調べさせたいんだな。いかにも。君たちに偽の罪状を用意するので、密かに調査してきてほしい。そうすれば、不要なトラブルをかなり回避できるはずだ。おー、jadi lumayan itu ya, enggak betul-betul penjara banget ya gitu. というわけなのだが、二人とも私の願いに応じてくれるだろうか。Sign you are in such a tough spot. Oh, 確かにどう考えたってオイラたちが一番適任だよな。よし、しょうがないからこの件引き受けてやるぜ。心から感謝する。この件はフォンテーヌの情勢にとっても至極重要なことだ。それからどうかこたびの行動に関してはくれぐれも内密に頼む。準備ができたらエリニュス島のメロピデ要塞の入り口で落ち合おう。君たちを中へ送り込むための人員を手配しておく。準備って、何をしたらいいんだ。食事や入浴といったことをするといい。メロピデ要塞の生活環境は外とは比べ物にならないはずだ。罪状は偽物でも監獄に入るのは本当のことなんだもんな。その今更後悔しても遅いわな。We already agreed, Paimon. Just accept it. どうか安心してほしい。こたびの行動は君たち二人の時間と生活の質を犠牲に情報を得るというもの。ああ、エンディリーワー、いやいや、ブラッティー。どのような結果になろうと。すべて終わった後には法を担う公人の基準、それも最高レベルのものに準じて相応の手当を二人に渡すつもりだ。よし、そう来なくっちゃな。旅人、最高にうまいもんを食べに行こうぜ。一ヶ月はうまいもんを想像するのが嫌になるってくらい食べてやる。もちろんお前の上がりでな。What the hell is that, Daddy? 行くのか。ついでにこのケーキを持っていくといい。個人的な謝礼だ。バカでネタ。どうか遠慮せず、このケーキを食してくれたまえ。Kita disuruh ke Cafe Lucerne. Ini to, ini. Ah, to, ini mo. Foto nasi deh. Arigato na. You sure order a lot. Nobiretto ga kureta keiki wa tashika ni oishikatta kedo.これからの日々を考えると、まるで胃の中が空っぽになる気がしてくるんだぞ。そういえばオイラたち、フォンテーヌに来てからずっと変な法律に引っかからないよう気をつけてきたけど。いや、ジュガシパイモン。結局、自分からメロピデ要塞に行くことになるなんて。これが運命ってやつなのかもな。Akhirnya kita masuk ke penjara. Me
ペロピデ要塞に着いたら急いで調査しようぜ。おいら監獄なんかに長くいたくないし。いや、saya juga berharap begitu, Pak. Ada kamera. Oh, cerut ya. 今何か聞こえたようなスクープの匂いがするわ。ラスクタウ。匂いは嗅ぐもんで聞くもんじゃないぞ。って、どうしてここにいるんだ、シャルロット。それがね、ある事件の目撃者からこれでもかってくらい情報を聞き出そうとここで食事する約束をしてたんだけど、結局すっぽかされちゃったのよ。落ち着け私。記者にとってこんなのよくあること。旅人からまた新たなスクープを掘り出せれば食事代くらいは返ってくるかも。おい、聞こえてるぞシャルロット。なんでもないなんでもない。さっき君たちの会話からメロピデ要塞って聞こえてきたけど、まさか何かやらかしたのかな。そんなことないぞ。オイラたちがそこに行くのはただあちゅう。いやいまずい。内緒にするよう頼まれてたのを忘れるところだったぞ。 For spoiling the ending of the detective novel in public? そんなことで捕まったの。まあよく考えるとわからなくもないか。おぞましさで言ったら小さく見積もったって窃盗と同レベルだからね。おいらそんなひどいこと言っちゃってたのか。いい、 I told you my one。 ごめん、おいらが悪かったって。となるとどうやらビッグニュースでもなさそうね。残念だわ。でもまだチャンスはあるかも。君たちこれからメロピデ要塞に行くんだったら代わりに取材してきてくれないかな。え、それは多分やる時間がないかも。何もそんな難しいことじゃないって。ただ単にメロピデ要塞の管理者と可能な限り接触してみてほしいの。実は彼、フォンテーヌから公爵という名誉市民の称号を授かっているの。すごいでしょ。こんな称号を得られるのはフォンテーヌに多大な貢献をした民だけだからとても少ないのよ。それにメロピデ要塞はずっと法廷の管轄外にあるから、私たち記者を含めてみんな彼についてほとんど知らない。だから彼に関するトピックを記事にできればきっと注目されること間違いなしでしょ。Ini kenapa ya? Di mana-mana ya kalau kita mau ada suatu tugas gitu, Charlotte pasti di situ. Kenapa? それはそうだけど、こっちにも事情が。もちろんただではとは言わないわ。今日の食事、私におごらせて。オッケー。よーし、決まりだな。俺たちにも任せろ。交渉成立。そろそろ料理も来る頃ね。って、こんなにたくさん注文したの？うっせ、すごい。あとぅー、お腹いっぱいだ。これでもう思い残すことはないな。行こうぜ。ちょっと縁起でもないことを言っちゃったかな。まさかこんなに食べられちゃうなんてね。失策だったわ。取材の件忘れないでよね。オッケー。800メートル。What the hell? Bekana? え？お？お？
Oh, yang ya 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 gue tahu tuh, yang ada pintu gitu ya di belakang operanya gitu ya. Itu penjara di situ. Ya ada penjaga juga di sini. Nubiretto, jumbi dekita ze. Koko kara hairu no ka? Umu. 予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。あ、only entrance? 気をつけてくれ、少し後ろに下がるといい。うわー、ここに来たものか。メロピデ要塞って海の中にあるのか。水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい、この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだとはいいけど、でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。Ami, kalau gua pikir-pikir juga, kan konten itu di atas ya, di atas air terjun gitu ya. Main luas ya berarti di bawah tanah ya. それからもう一つ。前にメロピデ要塞の管理者リオセセリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おいらたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのではなく黙認しているのだ。この点については重々気をつけてくれ。 I will keep that in the mind. では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。 Okay, we know. おう、安心しろ、無駄足を踏むつもりはないからな。うむ。マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私についてこい。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それから手続きを行う。Ya, continue aja kali ya. Continue aja. Mas suspend kan itu. Gak delete gitu. Gak apa tuh, gak hilang gitu rewardnya nanti.Oh, berarti sekarang udah bisa gitu ya. Bagus dong. Koko te, umi no naka nano ka. Fonteno de zainin ni naru no te, konna kanji nan da na. Zuibun kigen ga yosa sou da na. Omae tachi no yona rakkan teki na shūjin wa metta ni inai.Oh, di situ. Gua salah arah. Gua gak tahu masalahnya mana yang depan, mana yang belakang gitu. Mereka pak. Who the hell? Oh, ini tempat register ya. Madoreno ka. Kyou wa mata nan de orite kita no?ヌビレット様から直々に
この二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。はあ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんかここへ次々にやってくる囚人の対応をすることくらいしかできないよ。スマイルサービスでも始めてみたらどうだ。もしかしたら業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけた面してるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。それにたとえ微笑んだって囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない。いや、がサラス。確かに一理あるな。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人ともまずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きはマレッテが手配してくれる。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン、合ってる？メセンツ。おう、合ってるぜ。先に罪状とケーキについて確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネージナヤの施設が神のために誠心誠意用意したケーキを食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。ケーキ45日。デオ jumpa Paimon hampir makanan。ヌービレットがあのケーキをオイラたちにくれちまって。まさそのコンビングがおいでかばかでなんて言うけどよ。罪状からして君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。パプルマハリロこんなセンテンス。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えればこんなのほとんど水人暗殺みたいなものだもん。 You really have an eye out for criminal。 こっちもいい経験になったわ。ありがとう。でもメロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って写真機で撮影するから。うん、いいけどいい感じに撮ってくれよな。Penjara Paimon berharap apa? これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし大切にしなさいよ。生まれ変わるってちょっと大げさじゃないか。オイラたちがここにいるのってたったの45日だけなわけだし。selama sebulan itu lumayan lama juga, sebulan lebih。お前たちだな、ついてこい。必要ない、どうせ覚えられないからな。行くぞ。おパケえいに。What the? Itu pink. Oh. Wow.That was a giant door. I must say.
Well, itu pemandangan rum. Dia enggak jadi. Sono. Omae te koko no kanshu nano ka? Koko te nani ka kiyo tsukete okanai to ikenai koto to ka aru ka? もしかして聞いちゃいけないことを聞いちゃったかな。それに答える義務はない。何の利益にもならん。I will you send to bring us it. だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。Credit coupon?特別許可権？ふん、お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。 What？ こいつはメロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。Berarti kayak mata uang di sini pakai kupon ya? Semari, ここでしか使えないお金ってことか？ Ya, itu kurensi yang di sini itu pakai kupon ya. そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったように、ここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。過去にどれだけの富や勢力を有していようが、メロピデ要塞では全てを捨ててゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならねえ。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会をってな。これこそが特別許可権の狙いであり、正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中にはケーキを満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。おー、I see, I see, I see. メロピデ要塞ってそんなとこだったのか。てっきりもっと監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所についてはいい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだな。もうじき見れなくなる。太陽と久しく会わずにいりゃ恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるがな。それから俺もお前たちと同じ囚人だ。Oh. 新人を迎えたのは特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。 Have you seen a harbinger from Snape? Yeah?黙り込むんだよ。やっぱしコパンチみたらぎ。無料コンテンツはここまで。こっからは有料だ。お前、モラじゃなくて特別許可権のことしか頭にないのかよ。そろそろ着くぞ。ここから降りろ。ほら、お前も操作してみろ。Tertutup akuarium. Hell, ini otomatisnya. Mesti ke bawah lagi kah? Okay. Gila, ini ke bawah lagi.Buset dah, 200 meter ke bawah. Ini lumayan jauh juga ya. Ini itu cara mereka bisa survive?そこまで大
げさじゃないぞ。話すこともないのに必死に話題を探すなんて滑稽だからね。オッケー、やっべ。ここからやっと完全にメロピデ要塞に入ったって感じか。来たばかりの囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で、オイラたちちょっと気楽すぎる感じに見えるかもな。Hurry up and think something about some about sorry. Hurry up and think about something sad. もうよそのやつの縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたら。ヌビレットでもオイラたちを助けられないんじゃないか。 Then maybe we become criminal for real. もう脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。そのお前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか。ん？怒らせちゃいけないよかと？そんなことないと思うけど、なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか？いや、いい。今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボの多い場所なのか？ Apparently not. オイラたち、もうバレたのか？ Get ready to fight. お、囚人ナンバー7459番、7560番。ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。Oh my god. Yotaro, lu ngapain di sini? Jojo di sini dong. あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね。こいつらをここで待たせてたんだ。オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ。Oh, you must be... 公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピデ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。いや、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。いや、ジュガシパイモン。旅人とパイモン。でいいかい？ディーキン君による出迎えはいかがだったかな？He's taking great care of us. Splendid job, really. それは素晴らしい。リーキン君、
以前労働のミーティングの際に運命について話したのを覚えているかい？運命とは何事にも真剣に取り組む者にこそ微笑むべきだと。戻ったら監視から追加の特別許可権が与えられるだろう。ありがとうございます公爵様。それにお二方からもまさかそのような身に余るお言葉をいただけるとは。今後何かあればいつでも私めにお仰せください。もちろん特別許可権はいただきませんので。ini mungkin udah pertanda baik。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、リーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表してメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。いや、と、で、直々に案内してくれるのか。なんだか何考えてるんだかわからないやつだな。But I hope he doesn't know too much already。通りでシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。とにかくまずは追いかけよう。かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者のくせにそんな風に考えてるのかよ。オイラたちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ。だとしたらあんたらはきっとこの水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことはトラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所。特別許可食堂だ。毎日一食セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがって、お金はいらないのか。ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ水でさえ特別許可権で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでからサービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃメロピデ要塞は不満であふれてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのは
みんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。itu lumayan free banget ya gitu sehari-hari itu. とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなにリプスが通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみるとなんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちはやっぱり自分の目で確かめないと。さあ、向こうも案内しよう。パッ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 。おお、DN ini lumayan keren juga。ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね。互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか。一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。 In that case, I will pass. 公爵、ここもお前が作ったのか？いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろんこれらの費用にもきちんとした用途がある。使うのか聞いてもいいか？人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい？いやいや、オイラはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。いや、あれ、いや、ジュガシ、合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人、オイラ才能があるらしいぞ。ここで授業をやってきるかな。見たでタンポリティファイフ。そういうことはまたおのおの計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。ね、はい、ついてこいなんて言ってないよ。まだリフラギやばし。まだリフやでしょ。ほら、われ。Buka dulu.Mesin apa ya di tengah ini? Kongshak-sama, ohayo. Janakute, konnichiwa. Ima nanji da? Ya juga sih, orang gak akan tahu waktunya jam berapa di sini. Ya, jikan wa hito wa matte wa kurenai kara.もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。
緊張しすぎて息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません、どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。 Thank you, your grace. さて今度はあっちに行ってみようか。Korea, Turia lumayan luas juga. Wait, wah, huh? Lu ngapain di sini? ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。Dia nggak jadi kalau itu bukan kriminal. どうした？なんでもないぜ。オイラはただ明日はきっとクタクタだろうなーって。Kok Linnya bisa ke bawah sini juga ya? Berarti ada jalur masuknya lagi ya? Who the hell?DK ウィンネ。残念だが怪我はない。お気遣いどうも、シグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。Head of Nurse? What? Dan dia itu rasa apa tuh? Gua nggak pernah lihat yang Lindsay kah?この仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。うつすわらじゃ。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。俺、案内はもう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん。他に何があった？
ったか。実はめったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。ならとりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して、ここのサービス食すっごく美味しいんだから。Jadi kita nanti jatuhnya berarti ini tempat infirmary sih, bukan tempat bunker tidur sih. Tak mesti lanjut ke bawah situ. Karena di sini diperbolehkan ke glide, ya why not gitu ya. Tapi naiknya sih yang capek, aku boleh. Kyono gohan, dou? Manjaku? ヌビレットはここの生活環境は悪いとか言ってたのに、囚人って毎日こんないいもんを食べてるのかよ。 The main thing is that it's free. それ超ラッキーな人しか当たらないやつじゃない？君たちすごく運がいいのね。いや、運じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。OK、itu agak lumayan dus. Ya, OK lah。そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。だ、mereka bisa ngatur。performance-nya di sini hebat juga ya hidupnya. Kedua-dua, tadi kata kata Nubilet, kamu tahu nggak? Kamu sekarang kenapa ada di sini? Kerja kamu sibuk? Badan kamu sehat? Badan kamu aman? Kamu selalu kerja dengan serius, agak berat tapi. Seperti biasa. Kanggo Shichou no shinpai wa kiyuu rashii.ヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。お？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろう？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは貧困法制なお方でね、どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。Understood.Thank you for your hospitality. どういたしまして。新たな生活が、あんたらを待ってるさ。食べ終わったかい？なら、居房エリアへ行って休むといい。明日は働かないといけないからな。俺から特権を得たい。
なんて考えてないだろうな。悪いが、特別許可券との引き換えしか受け付けないぞ。ここは、あんたらの想像ほど優しい世界じゃないんだ。よく見ると、君たち、可愛いのね。こんなに可愛いんだから、自分の可愛さには責任を持たないとね。うちが言いたいのは、自分を傷つけたり、壊したりしないでってこと。Jadi kayak service suku wo hitotsu. Kayak jiwa ibu gitu. Entah kenapa. Ada. Kita balik lagi ke atas. Enak. Lady. Tabibito ni paimon da. Feel the. Shinri wa mazu nani wo suru beki ka oboero. Ii ka?トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。Sebelah kanan kali ya itu tempat tidurnya. Bed di kanan yang gua belum belok sih. Kiri kan tempat. これからここで寝ることになるのか。なんだか不思議だよな。ぐうたら探偵小説を読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。あ、そういえば今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつはっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からしてオイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたちヌビレットの助っ人なわけだし、もしかして公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか。考えすぎだといいんだけど。 He probably know more than he letting on。 オイラもそう思うぞ。元からオイラたちの目的を知ってて、あえてああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。We are already here after all。 そうだな。手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。タルタリアの行方の調査、どこから手をつければいいのか。 There was oneother important thing。 それってリネ presence here。 そう、そこなんだ。リネに会った時、危うくブルが出そうだったぞ。幸い公爵の態度からするとリネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに、結局囚人になってるなんてな。 I didn't say he here for the same reason we are。 あ、そっか。リネとリネットはハウスオブハウスの人間で召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃああいつらも調査に来たのか。 And look, there's something over there。Hey, itu kartu Line. 魔術師の小道具みたいだから、きっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ。また会えてとても嬉しい。明日、生産エリアで会おう。
なんか街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。てっきり何か大事なことでも書いてあるかと思ったぜ。 It's proof that he up to something here too。 そっか、じゃあ明日になったらあいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。You are up early today, Paimon. 本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で会社に尋問されたぜ。全部正直に言って、やっと目を覚ましたけど。You told them everything? いや、だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。ああ、ごめん、今すぐ行くぜ。新入りか。このエリアに振り分けられるなんてついてる奴らだ。おお、昨日ここに入ってきたんだ。俺の話を遮るな。はい。仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械はお前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それにここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかくメロピデ要塞はどんな機械も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。わかったか。わかったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。加熱したパーツが光ったら踏み台をジャンプで踏んで、動かなくなったら叩いて修理しようぜ。で、だ、や、kayak gua masih nunggu dia sampai ada tanda tidaknya deh. Yoshi, sama Yoshi dah. Ato, laporkan saja. Kacau setiap parts, saya ni ikut. Eh? Mama, di toko ka? Kekai yang digunakan kacau, jadi.さほど差は出ないがな。いいだろう、合格だ。特別許可権を支給する。疲れたぞ。これで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど。今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから
近くを探してみようぜ。Nam, itu lumayan lembar kertas ya. Naik lagi. Ini lumayan pusing sih kalau gua lihat tempat-tempatnya. Pasti di balik pilar ini. Maybe? Ya, koko da yo. Wah, kyūni dete kuru nante bikkuri shita zo. Are? Sonna ni kantan ni bikkuri suru nante. Nani ka yamashii koto demo aru no kai? Koitsu. Yamashita no genin wa omae wo sagasu koto nan da kara na.ごめんごめん。早くこっちに来てよ。隠れて話そう。リネット、お前もいたのか。やっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん。お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ。実はリネットだけじゃなく、フレミネも一緒に来てるんだ。What? フレミネ覚えてたろ？ハウス・オブ・ハウスの潜水士だっけか？確か、フォンテーヌ邸であったよな。それより、なんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は出立亭にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。The question is, what are you two doing? What are you two really doing here? 前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら、僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところ。ハウス・オブ・ハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウス・オブ・ハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころか、メロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。はるか昔からハウス・オブ・ハースはこの件について調査し、秘密を探ろうとしてきた。
でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく、潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて、音信不通になってる。僕たちはこれを一種の挑発だと考えてる。だからこそ、メロピデ要塞にやってきたんだ。Why is the house so interested about this secret? すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は水神フォカロルスの手にはない。あ、じゃあ、セセディシーに。そんな重要な情報、どうやって知ったんだ？お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは、私たちには想像することも見ることもできない。結論だけ信じればいいの。その情報から、フォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局、神の心のためだったのかよ。こっちの方は大体こんな感じだよ。そっちは？ヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？ Consider it an exchange of information. それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。執行官同士の関係って相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えど、メロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。いや、itu nggak salah sih. Itu lumayan benefitnya lumayan dampak sih jadinya. それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウスオブハースが神の心を探す目的は数多くあるけど、中でも一番優先順位が高いのは予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。 Sorry, I must refuse. ほらね、だから言ったでしょ。そうか、やっぱり協力してもらうよう旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってからいつか意見が一致するってずっと期待してたの。というか今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。But I may reconsider if things get serious. 慎重だね。うん。君のやり方は相変わらず、とても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。あと、もうすぐ出てきた。最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速情報を一つ共有するから、しっかり聞いててくれ。リネットとここを調査してみて分かったことがあるんだ。
メロピデ要塞には禁域が存在する。フォルビデンゾーン？ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から禁域の存在を確認できたのさ。君たちも調査の時は気に留めておくといい。禁域、もしかしてタルタリアはそこで行方不明になったのか。確かに気に留めといた方が良さそうだな。うん、それこそがメロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかくこの情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろう。早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。今後連絡が必要な時はカードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。こんなに働いてもう腹ペコだぞ。ご飯にしようぜ。調査はその後だ。Lu gue pakai tim eksplorasi ya untuk ini ya, agak main misteri banget sih. Kyono wa yappari kino no yatsu hodo oishiku nakatta na. Un dake de mata anna ryouri o hiki ateraru hi wa itsu kurun daro na. It will only be matter of time before you get it again. だったらいいや。普通の料理も悪くないしな。早く出る方が大事だぞ。でも今のところ監視がちょっと怖いのと、作業が大変ってとこ以外、ここでの生活もそんなに悪くない気がするぞ。そうかい。まここに来たばかりのやつはみんなそう言うがね。どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。表面だけ見ていたら行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。 Have some advice for us, old timer. 悪くない態度だね。ヒントを提示してやってもいい。ここにいる奴らは全員ルールを守り、トラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え？隠しルール？どんなのだよ。誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか。おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。アパティウランギヘフス。Have some advice for us, old-timer. もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか。もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因もそれと関係してるかもって言いたいんだな。その隠しルールの内容を教えてくれないか。オイラたちどうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい？わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。わかってるさ。ごゆっくり、十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところで指して意味はないのさ。とにかく
ここでしばらく生活してみてからまた来るといい。No, I want to know now. 私は普段、ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はないか？偽情報をオイラたちに買わせるためとか。Is it possible that someone will just this? そうだな。これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。隠しルールか。今はあいつの言った通り、特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。あ、話に夢中だったな。もともと美味しくないご飯なのに、冷めたらますますまずくなるぞ。早く食べようぜ。Kok bisa tele gak sih? Oh. Wait a minute. Ini banyak banget. Oh. Wah, ada tele di sini. Gila, itu lantainya kayak ada 8 deh gua lihat tadi. Banyak juga. さっき監修に確認したんだけどな、毎日午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。まあほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。ああと特別許可権を一定数消費すれば午前中の刑務作業を免除してもらって時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。わちゃで行く。あんとかからパイモン。おやすみ、旅人。明日の調査はうまくいくといいな。お？ハイドロー。Oh, oh, punya si Tilda ya? Ini tempat arena. Ah, jadi kita bisa lihat ya. Keren juga.何か変な夢でも見たのか？ I dream of children. そんなことあるのかよ。まさか単なる夢じゃないとか。あ、タルタリアの神の目だぞ。お前ずっと持ち歩いてたんだな。
しかしてこの神の目を通してお前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか。 Maybe I can use his vision。 それって大きな突破口だよな。お前がその神の目をメロピデ要塞に持ってきてて本当に良かったぜ。で、どんな夢を見たんだ。タルタリアの行方が分かったのか。 The dream was a little hazy。 そっか。でも、これから有益な情報を提供してくれたらいいな。それよりもっと重要なのはオイラたちの囚人としての新しい一日が始まったってことだぞ。ポケットの中の特別許可券のために頑張ろうぜ。今日はどうする？ Let's go work in the production. Let's spend some coupon to skip work. What? Yeah, yeah, see. え？まさか来て早々特別許可券を使ってサボろうとしてるわけじゃないよな。ひとまずおとなしく仕事しようぜ。手持ちの特別許可券は多ければ多いほど安心だろ。Itu udah ada clue-nya juga sih buat Zelda sih. Ikut sih. Mau shigoto no jikan da shi. Mota-mota shite tara mata kanshu no fielding ni toyakaku iwarechau zo. Kita ka. Junbi ga dekita ra hajimete ii. Jikan wa seisanryoku da kara na. Already on it.よし、これを受け取れ。加工済みのパーツは忘れずに渡せよ。でも、これ lebih cepat, kayaknya. Eh, lo kayak RNG juga sih, kalau boleh.仕事を何度もこなすうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。 All you do is float around telling me what to do. よ、君たちも作業を終わらせたみたいだったからちょっくら挨拶しに来たぜ。おお、こんにちは。見覚えがあるぞ。作業の時ずっと隣同士だったよな。そうだな。俺はローアン。ここ数日、俺も新顔が近くにいるなって思ってたんだ。まあ、縁があるっつうことだな。俺はここで15年近く働いてる。イパプラスターフン。監督のグランビルだって、俺のことは先輩って呼ぶべきなんだぜ。おお、そんなに長いのか。先輩、よろしくな。Hey, Chief。何か知りたいコツとかがあればどんどん俺に聞いていいぞ。生産エリアでの作業には食事よりも慣れてるからな。おう、頼んだぞ先輩。 We just haven't quite learned all the rule. 今ルールって言ったか。ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。誰から聞いた？ The hidden rules that what's the color, right? まあ、話しかけたのはこっちだしな。君たちも俺のことを先輩と呼んでくれていることだし、それに免じてちょっとだけ教えてやろう。君たち、そのまま働き続けたら危ない目に遭うぞ。え？それもルールなのか？もしお前から教えてもらえてなかったら。そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しいのが普通だ。でも一度やってしまったが最後悪いことが起こる。 The condition in this case are 3日連続で食事と寝るとき以外ずっと生産エリアで働き続けたら
3日目の昼ご飯の時に悪いことが起こるんだ。 What? 脅かさないでくれよ。悪いことってなんだ。俺がそれを知ってたらこうして君たちと話す機会はなかっただろうな。つまりお前も試したことはないってことか。実はこのルールについてはある噂があるんだ。聞いた限りじゃそいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業をし続けた。そしてついに3日目の昼、蒸発したかのように消えたんだ。その後彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人たちはみんな口を揃えてこう言った。そんなやつ見たこともないってな。そんなことがあったなんて。Did you ever see him? あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。だから俺も実際には見たことないんだ。お前まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。 Thank you for the information. え、君たち、好奇心の使いどころはそこじゃないと思うんだけどな。言っとくがどうなるかは知らないぜ。今教えてしまったことを後悔してるよ。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。 It sounds like a good lead to me. わかった、お前がどうしてもそうしたいなら。我们dengar ada kotak。普通の弁当って感じだな。やっぱり過度な期待は禁物だぜ。午後はどうする？Investigate かりや。いいぞ。何か新しい手がかりが見つかるといいな。Oh, ini lumayan sulit. Tomo, anata tachi tte koushaku sama to issho datta.そんなに固くならないでいいって。すみません、あなたたちを見ているとつい公爵様のことを思い出してしまって、公爵様を思い出すとつい。 Are you that scared him? どうでしょう、多分そうなのかもしれません。あの方って威圧感がすごいじゃないですか。だから自分がまるで血を這う虫のように感じられて。そんな大げさな。それに私は何をやってもすぐに尻込みしてよくヘマをしてしまうんです。なので公爵様のように有能な方を見ていると本能的に緊張しちゃって。 Oh, I get it. You want to take his place. なんですって。どうか大声でそんなことを言わないでください。だいたいどこをどう理解したらそんな話になるんです。OK、 さあどうすんだ。よかった。特別許可権ばかりに夢中になってるんじゃないかって心配してたけど
調査もサボってなかったんだ。いくらモラが好きだからってさすがのオイラも労働にはまったりしないぞ。リネットもここら辺を調べてたのか。いいえ、ただのサボり。しかもあなたたちに捕まった。And how Lina holding up? お兄ちゃんはいつも通り金域のあらゆる情報に張り付いてるわ。お兄ちゃんのスキルならきっとすぐに成果を出せるはず。そうだ、これあげる。おい、なんでいきなり特別許可券をくれるんだ。あなたたちよりずっと早くここに来てたから。特別許可券は私にとって珍しい資源じゃないの。私にとってはおしゃべりに付き合ってくれる人の方こそ貴重な資源よ。リネットっていいやつだな。じゃあ遠慮なく、ありがとな。いいで、satu lagi di bawah ya. Karena di bawah, gua rasa sih ini tempat zonenya gitu. Action. Berarti dia di bawah gitu. Kondisi ini kali ya, jadi yakin.旅人にパイモン。Oh, so you now you remember our name. So now you remember our name. 皮肉はよしてくれ。俺は同じ失敗を繰り返すようなやつじゃないさ。恥ずかしい限りだよ。前回は取りなしてくれてありがとな。これは公爵様が俺に追加で配布してくださった特別許可券だ。どうか俺の代わりに受け取ってくれ。え、これはさすがに。だってお前への報酬のはずだろ。お前たちを迎え入れた時、俺は特に何か苦労したわけじゃなかったし、お前たちにはひどい態度を取っちまったからな。まあこれしき気にすんな。公爵様に目をかけてもらえることは、特別許可権を手に入れることよりずっと価値があることだろうしな。ほら遠慮しないでくれって。ユーデン、公爵様のおっしゃる通りだ。どんなことに対しても真面目な態度で取り組むことこそ富を手に入れる真髄ってな。Oke, kita ada satu lagi ya. Satu lagi. Ini lumayan pusing sih sebenarnya kok.Naik turun, naik tuh. Lagian juga apa mereka nggak kasih itu ya, kebang kerja kita ya. Oh, oh.Ohoho, komplit kalau. 情報提供者から知らせがあったわ。うん。Okay, that, どうやらまた新たな件数が現れたようね。While working the morning shift, apply for continuous working. Grant. Okay, what berarti yang ini gua mesti kerja sekali lagi ya. 中断して休むか。I'm too for rest. 分かった。じゃあゆっくり休んで、明日また頑張ろうぜ。はあ、今日はすっごく早起きだったせいで、午後はずっと居眠りしてたぜ。